どうも、高井です。話す才能は1万時間を超え分かること。話す才能に限らずスポーツの才能でも一流って言われる選手ほど1万時間をはるかに超える練習量をやって、で、まあ、スポーツの場合は最初子供の頃って小さいし、で成長するごとに体の身長も伸びてくるから、そこで身長の高さっていうのもスポーツの有利か不利かに関わってくるし、それだけにかかわらず野球であれば速い球を投げるかどうかも重要だし、反射神経があって、しかも反射神経がなくと、あとは動体視力みたいなのがなければバットにボールを当てることすら厳しいよね。そういう能力の部分で劣ってるっていうんだったら、まあそれはしゃあないなって思ったりするし、今だと遺伝子の検査が10万円程度で受けれるよっていう話がこれに載ってるし、その検査を受けた上で、あ、俺その分野の才能なかったんだっていうんだったらそれはしゃあない。ただほとんどの人はそういうふうに自分自身の才能を検査しているわけでもないし、その分野に挑戦しているわけでもないから、俺才能ないからって諦めるのはちょっと早すぎる気がする。だからこそまずは話の才能に関してはですよ、1万時間とりあえず練習してみなって思う。まずは YouTube、 こういう動画を撮って配信をするってことをやってほしい。日常でこういう風に情報発信する上で話をするってほとんどないよね。お店の人と話をする、家族と話をするってことはあるかもしれないけど、ほぼほぼ人の前に立って喋るってことはないはずなので、とりあえず挑戦してみましょうよ。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。